アメリカンロコモティブはアメリカ合衆国ニューヨーク州スケネクタディに本社を置いていた鉄道車両メーカー。しばしばアルコの略称で呼ばれる。アルコの製造名版1911年のバージニア州リッチモンドの工場1901年以下の小規模な機関車製造会社が合併して設立された。新しく設立された会社の本社はスケネクタディに設置され、 結局、他の工場は閉鎖された。1904年、カナダにあったをロコモティブマシンカンパニー呼ぶ、モントリオールを買収し、モントリオールロコモティブアークスとした。口述の通り、後に、アルコが車両の製造を止めた後も、アルコの設計した車両の製造を継続した。翌1905年に、 ニュージャージー州パターソンに本社をクロジャーズロコモティブワークスを参加に入れ、ボールドウィンに次ぐ2番目に大きな機関車製造会社になった。1906年、ゼネラルエレクトリックと共に電気機関車を製造。1924年、電装品の供給を GE からディーゼルエンジンの供給をインガソールランドから受け、電気式ディーゼル機関車の製造を開始。 1929年、エンジン製造会社のマッキントッシュシーモアディーゼルエンジンを買収。1940年、GE とアメリカンロコモティブは販売部門を統合。名義はアルコ GE となる。1953年、GE はアメリカンロコモティブとの協業を廃止し、単独でディーゼル機関車の製造を開始。以後、 急速にアメリカンロコモティブの脅威となっていくが、GE からの伝送品供給は続いていた。1956年、通称だった、アルコを正式な会社名に採用、アルコプルーダクッツとなる。センチュリーシリーズ開発。1964年、ウォーシントンがアルコを買収。ただし、運営は、独立して行われる。同年、ウォーシントンは、 カナダで MLW の株を買い進めた。1967年には MLW 株の52%を取得。その間、1966年、ウォーシントンのカナダ市会社が MLW の子会社となり、1968年には MLW ウォーシントンとなった。1967年、アルコの親会社であるウォーシントンは、スチュード・ベーカーと合併し、 ウォーシントン・スチュード・ベイカーとなった。1969年、アルコは、機関車製造から撤退。設計全般を、MLW に譲渡した。野戦鉄道用に作られた、ナローゲージのアルコ製機関車アルコは合衆国において2番目に、大きな機関車製造会社で7万5000両以上の、機関車を生産した。同社の機関車は、ユニオンパシフィック鉄道。 デラウェア鉄道、サザンパシフィック鉄道で指示された。アルコは、車軸配置4から6から4の、ニューヨークセントラル鉄道のハドソンや、車軸配置4の8の4のナイアガラを、ニューヨークセントラル鉄道向けに、車軸配置4から6から6から4チャレンジャーを、ユニオンパシフィック鉄道向けに製造する、と、各社の代表的な機種を製造した。アルコは、 多数の大型機関車を製造し、その中には、ユニオンパシフィック鉄道のビッグボーイも含まれる。1906年、アルコは多角化の一環として、当時普及が進みつつあった自動車製造に進出した。フランスのバーリエット社の設計した車種を、ライセンス生産にした。生産は、ロードアイランド機関車工場で行われた。2年後、ライセンスが失効したので、同社は、 独自に設計した車両の生産を始めた。アルコの自動車は1909年、1910年にバンダービルト杯で優勝し、1911年にはインディ500にも参戦した。しかし、販売は苦戦した。1913年、自動車の製造を断念する。アルコの自動車の物語において特筆すべきは、 工場責任者として自動車の経歴を始めたウォルター・クライスラーである。彼は1911年にビュイックに移り、後に自動車業界の大物になるクライスラーを創業する。アルコア RS-3 型ディーゼル機関車上気機関車の製造で強固な地位を築いていたにもかかわらず、 1924年、ゼネラルエレクトリックとインガソールランドと提携して、アルコは初めて商業的に成功を収めた、電気式ディーゼル機関車を生産した。この機関車は、セントラルレールロードオブニュージャージーへ売られ、類似の機関車が、ロングアイランド鉄道とシカゴノースウエスタン、鉄道を含む、多数の鉄道会社へ売られた。1929年、アルコは、 エンジン製造会社のマッキントッシュシーモアディーゼルエンジンを買収。それ以後、エンジンは自社製となったが、電装品は依然 GE 製を使用していた。1930年代半ば、アルコはアメリカ国内で突出したディーゼル機関車メーカーであったが、GM ウェムドが積極的なマーケティングと、 親会社による潤沢な開発資金、そして第二次世界大戦中に政府が、感染用ディーゼル機関車の製造を、GMM 度にのみ許可したというような、市場介入により、アルコはその地位から脱落した。その間に、アルコは、却下療養の DL-109 を製造した。そして RS、RS-1 が、その堅牢性から米軍に採用された。当時、 主力艦ティルピッツ率いるドイツ海軍とドイツ空軍はソビエト連邦の補給路であるムルマンスク港への海上輸送を脅威にさらしていた。この輸送経路はソ連の生命線であったためその対策としてイラン中間鉄道をソ連へ延伸した。その作業にはアメリカが関わったのでイラン中間鉄道は米軍が使用していた RSD-1 を導入した。ロシア、 米軍での使用を含め144両がこの目的のために製造された。これはすでに完成していた13両の RS-1 がイラン中間鉄道用に RSD-1 に改造することと RS-1 を民生用ではなく軍事輸出用として製造することで対応した。アメリカの民間の鉄道会社にとっては 新型機関車導入に水を刺された格好になってしまった。こうしたことにより、アルコが GMM 度に打ち勝つことは不可能となった。また、GMM 度と違い、アルコは自社の蒸気機関車が販売上のライバルとなっていた。第二次大戦中のアメリカでは、急激に伸びた軍需のため、一般自動車メーカーや、 機関車製造メーカーでの兵器の増産が行われた。アルコでも M3 抽選車及び M3A1 抽選車 M4 抽選車及び M4A2 抽選車の大量生産が行われている。1940年、アルコと GE は、アルコ GE の名の下で、共同でディーゼル機関車を製造することに合意した。この協業は、1953年まで続くことになる。 1948年、アルコはディーゼル機関車のシェア40%を保持していた。旅客用のキャブユニットである PA や FA を製造する一方、ロードスイッチャーである S シリーズ及び RS シリーズを製造していた。この時期以降、アメリカのディーゼル機関車はロードスイッチャータイプが主流となっていくが、当時はその過渡期にあった。当時のアルコの盛況は、 RS シリーズのヒットと関連づけることができる。RS シリーズはロードスイッチャーの講師とされ、フードユニットという形態があるコを生きながらえさせることになった。アルコは GE があることのパートナーシップを解消し、自社でディーゼル機関車を製造し始める1956年までシェア第2位を守っていた。GE は早々にアルコからシェア2位の座を奪い、 生産量数で GMM 同模量がした。アルコは絶え間ない設計の改良を続けたにもかかわらず、徐々に競争に敗れていった。同年、社名を正式にアルコに解消。そして、センチュリーシリーズを新たに開発した。センチュリーシリーズは、他社に先駆けて、交流発電機と整流機を用いた制御システムを、 実用化した C-628 などがラインナップされていたが、その先進の性能も成功には結びつかなかった。シェア3位というポジションも怪しくなってきた。アルコの機関車は GMM 度以上の信頼性を勝ち得たわけでもなく、また、会社の資金繰りも GE に及ばず、利益は期待できなかった。アルコは徐々に機関車製造を縮小していった。 最後の2両をニューバーグサウス、ショア鉄道へ発送したのは1969年1月のことであった。アルコはスケネクタディの機関車製造工場をその年に閉鎖し、その設計全般をモントリオールロコモティブワークスに譲渡した。記述の通り、自動車事業への進出は失敗したが、他の分野への進出では大きな成功を収めている。 第二次世界大戦時、弾薬を生産した。弾薬の生産は朝鮮戦争時まで継続された。朝鮮戦争後、アルコは石油生産装置や原子力市場へ進出した。後には熱交換器にも進出している。1955年、アルコは社名をアルコ生産会社へ改名した。改名の理由は同社にとって機関車は もはや主要な製造物ではなくなったからである。カークランド、ジョン・ f ザ・ディーゼル・ビルダーズ・ボリューム2、アメリカン・ロコモーティブ、カンパニーモントリオール・ロコモーティブ・アークス、グレンデール、カリフォルニア、インター・アーバン・プレス、ISBN0916374815。ありがとうございます。